ですのでこれをバラしていきます。除去剤等を利用してそれを落としていきます。ベルサンダなどを使っていきます。でペーパーは洗い物で、60番、80番、50番など、そのキャリパーによって使い分けていきます。で仕上げは360番という番手まで上げていきます。
色を調色しました。この色で後ろのキャリパーを塗っていきます。から組み付けに入っていくのですが、その前に古いブレーキパッドグリスなどがついた取り付け金具やブレーキパッドを洗浄していきます。